こんにちは、ナオキです。今日もね、ファイアーエンブレム風化雪月のお話をしていこうと思います。で、今日はね、いつもこのパターンだと風化雪月のね、実際のね、歴史とか地理とかね、言語とかね、言い伝えとか神話とかね、お話をしてるんだけども、今日は純粋にね、風化雪月っていうお話をしようと思います。ただ風化雪月っつってもね、ただの熟語ですみたいな感じで終わらせるつもりはないので、まずちょっとこれ見てもらえるかな。先生、あんたがエーデルガルトじゃなくて俺を選んでくれてるよな。なんて未練がましいことを言っても仕方ないよな。悪いが勝たせてもらうぜ。参った参った、やられたよ。これで俺が死ねば同盟領は帝国のもんだ。ええ、だから諦めなさい。往生際の悪い男は悪くもなるさ。こっちにも背負ってるもんがあるんだ。聡明な陛下ならわかるはずだ。俺がパルミラの援軍を呼べた理由が。どうだ、逃がして恩を売っといた方がうまくいきそうじゃないか。助かったよ先生。エーデルガルト、あんたらの英断に感謝感激だ。はい。で、これ何を意味してるかっていうと後々わかるんだけども、で、風化雪月ってそもそも何ってお話で、で、ちょっとね、おそらくね、これ私の認識っていうか見解の方がおそらく正しいんじゃないのかなと思うんだよね。これが、4人に当てはまるんじゃないかっていう風な感じでチラチラとね、ちょっとネットとかで見てみたんだけども、まずね、風化だから、花、花の部分か、これが、エーデルガルトを示しているっていうことなんだけど、これはおそらく正解ね。で、次に、月、風化雪月だから、月、これがね、多分ここで引っかかるんだよ。で、月って黄色でしょ。だから、クロードじゃないかと思われるんだけども、で、それで、雪だから北国っていうか、だから北国のデミトリーで、最後に残ったのが風で、風化雪月の風で風で主人公みたいな感じのとかを見たんだけども、おそらくね、そうじゃないと思うんだよね。で、ちょっとこれ見てもらえるかな。汚ねえよ G 相変わらずっていうのはまあ抜きにしといて、まあG 汚い綺麗はちょっととりあえず置いといて、で、これは日本語と中国語だよね。風化雪月で実際はなんか中国語らしいんだよね。で、日本語だと花鳥風月で、中国語だと風化雪月らしいんだけど、まあそれは置いといて、まあ、今回はねそういうお話を してるわけじゃないので、で、先ほど、お話ししたように風が主人公で、これ何、花エーデルガルト、雪でデミトリで、月で、クロードってお話なんだけども、これちょっと見てもらえるかな。下のスリーハウスって、これが英語版とかフランス語版とかドイツ語版、ドイツ語版とかもね、ドイツ語をメインにしてるはずなんだけども、英語なんだよね。で、ちょっとね、また風化雪月のちょっとドイツ語についてはまた違う動画で作らせてもらうから。で、ドイツ語の正確なドイツ語についてはね、日本人のドイツ語系 YouTuber に聞いた方がかなり確実だと思うんだけど、まあ私は今後さらっとね、別に私ドイツ語が上手いわけでもないので、ただ単にドイツ語のね動画を撮ってたり、ドイツの動画を撮ってるね、街の動画を撮ってるだけの話なんで、そこら辺は言語的なものは後々ね、そういう方に、そういう方の動画を見てもらえればなと思います。はい、こうなります。で、字汚くてごめんね。
つまり主人公入らないってことだよね。でこっちからねお話ししていこうか。これちょっとね、あの青ってね漢字ね、あの忘れちゃってね、ネットで見たんだけどね、数秒しか見てないからね、多分ねこんな感じとか、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとねあの漢字使ってないとね忘れたりするのよ。ダメだよねパソコン生活っていうのは。まあ蒼月のこれね各章あるでしょ。だから風化雪月って各章の名前から取られてるんだよね。つまりは、月がクロードではない、つまりデミトリだよね。蒼月のいいんだよねこれ、いいんだよね、蒼月の章だから、これで青でデミトリなんだよね。月を表してるわけじゃないんだよね。で次に、銀節の章だから、これはセテスとフレンを表してるわけだよね。これかこっちにねすごいでっかいあの鏡がね、いつも話してるようにね、だいたい3畳か4畳分くらいのでっかい鏡あるんだけども、それ見て今あの合わせるんだけどね。でこれ効果の章がエーデルカルトの赤だよね。で最後のこれが水月の章かな、違う水月じゃね、勝手に決めてんじゃない、水風の章で、これがクロードなんだよね。そうするとパーソナルカラーとしては青、白、赤で緑なんだよね。でね、あのデミトリーは青だし、セテスはね、あのエピタスとか見ると白でしょ。で、エーデルガード赤だよね。でクロード、あれ黄色じゃないのと思うでしょね。でちょっとこれ見てもらえるかな。ストランようだな、坊主。当たり前だってろ。みんな、聞いてくれ。たった今、パルミラ勢は我が軍の指揮下に入った。彼らと共に、かの不落要塞を落とすぞ。はい、でこれね、あのもっと話を進めると分かるんだけども、実はあのクロードのパーソナルカラーって実は黄色じゃなくて緑なんだよね。でこの英語の文に実はあのヒント隠されてて、スリーハウゼスって書いてるよね。でエーデルガルドが、帝国で、デミトリが王国で、クロードがレスター諸侯同盟なんだけども、諸侯っていうことは貴族にしか過ぎないのかな。でもそうするとツリーハウゼスって確かに何々家何家、徳川家とか例えばハプスブルク家とかあるけども、まあ、それはね何々家って言えば、まあ別に貴族でもね、大名でも何々家とは言うんだけども、差がありすぎるでしょう、うん、だからこれって実はクロードが、同じように王族の一人であるってことなんだよね。だからスリーハウゼスになって、でパーソナルカラーももちろん黄色じゃなくて最終的に緑ってことになるんだよ。これを受け取ってくれるか。俺は故郷に帰らなきゃならない。統一王国の王様はあんたに任せる。俺に流れるフォドラの血、それはもう利用できるだけ利用した。だから俺に流れるもう半分の血、それを使って次は俺の故郷を変える。
向こうじゃ俺も王族の端くれなんでね。この血を利用してまたあがいてみるよ。フォドラの中と外両方を変えなきゃ見たい景色は見られない。そうだろ。だから面白いでしょ。なので実は隠されているのが 水風の章で、高架の章、銀節の章、草月の章ってなってて、合ってるよね。ちょっとまあいいや。なので、実際はクロードは黄色じゃなくて緑ってことになるんだよ。はい、そういうわけで今日はね、風化雪月の名前のね由来みたいな感じでちょっとお話しさせてもらいました。はい、そういうわけでまたね、この風化雪月のお話については後ほどね違うまた地理とか歴史とかのねお話に戻していこうと思います。それではおやすみなさい。